最高ってこのこと言うんですね。最高でしょ。最高。お疲れ、ユラシア。お疲れです。うん、どうだった？いやもう最高に楽しかったっす。めっちゃ辛かったっす。辛かった。辛い思いたくさんしました。お腹減りました。ああそうだよね。疲れてるよね。体バキバキっす。間違いない。うん、じゃあ慰安旅行行こうか。めっちゃ行きたいっす。ちゃんとご飯が食べれるってことですか？うん、ご飯食べれる。ちゃんと寝床があるってことですか？寝床あるかもしれない。行きたい。行きたいっす。行きたいっす。明日行こうか。明日ちょっと友達の結婚式あるんですけど。明日僕地元帰らなきゃいけないんですか？明日行こうか。行きましょうか。行きましょう。じゃあ早く家帰って準備してください。どこ行くんですか？暖かいところにしようか。あ、そうですね。でもとりあえず本当俺もちょっとこの後もう用事あるからもう早めに準備して。はい、わかりました。それで行こう。ありがとうございます。よし、解散。おっす。おはよう。おはようございます。いよいよっすね。羽田っすね。いよいよだね。台風がね、ちょっと心配だったんですけど、大丈夫そうですね。寒いっす。あったかいとこ行きたいですね。じゃあ、慰安旅行始めようか。おはようございます、うん、最高や。ゆっくり多分、今ユーラシアの疲れあると思うから、はい、疲れを癒す旅に出かけよう。よっしゃー、ここでは緩い感じで、うん、緩い感じで行きます。ありがとうございます。行きましょうか。行きましょう。はい、いい、レッツゴー。はい、空港フライトへの最高の待ち方っすね。レストラン街に行くっていうのが。レストランでゆっくりできるなんてないっすね。やってますね。やってる？やってますよ。じゃあ朝から食べよう。あーっす。焼肉っすね、ここは。焼肉もうまそうだね。生そばもありますよ。そばかな。そうっすね。そば7ヶ月ぶりぐらいっす。めっちゃうまそうやな、これ。ほんまに空港でこうやって余裕を持ってレストランに来てゆっくりすると、これが旅行っすね。旅行だね。これが旅行っすね、うん、旅と何が違う？いや僕らの場合もあの寝る場所探すとコンセント探すっていうだけですから、ね、うん、旅ってそうなんだ。コンセント探すんだね。旅っていうか僕らのあの言うらしゃないそうです。お金がなさそう。言い忘れてたけど、はい、君たち沖縄で運転あるから。運転？運転？うん、免許ある？免許発行しました。おお、どんどん車ですか？いや、分かった。もう僕分かりましたね。分かった。バイクっすね、多分。おお、バイクっすね。オペは運転っすか？オープンカーっすね。おお、それもあるかもしれない。オープンカーでもうドライブしながら。絵になるね。絵になるっすね。絵になることを多分されると思うんで、それかなんかでっかい車とか。それかあれっすね、インドから取り寄せたトゥクトゥクっすね。もう今こうテロップでもうこいつおもろなって入ってる。一番いいところ予約してるから。マジか。マジで。マジか。いい、何ですか。レストラン。何の食べ物ですか。うん、教えない。教えないですか。いいレストランといいホテル予約して。ありがとうございます。まあ、ユーラシアで疲れたと思うから。ありがとうございます。うん、ありがとうございます。ちょっと俺が癒しのプランを。ガサスです。お任せあれ。
そのくせおしゃれじゃない。おしゃれ。いいね。僕の靴どうすか。これ財布だな。なんかもう何でも良くなったんですよね、身なりが。何でもね、今からちょっと沖縄行きの飛行機はもうすぐ時間なんで中入っていきます。日本の空港綺麗やな、やっぱな。なんかね、上品やな、上品。やっぱね、日本の方はね、やっぱ常識のある人が多いです、多いですね。そうやな、ちょっとこれユーラシア大陸と同じ服装してるんで、帽子と服を買ってほしいです、沖縄で。いいっすか。行ってきまーす。イエーイ、行ってきまーす。でもなんか日本人ばっかりだと逆に落ち着かないですね、もう今は。飛行機乗るときになんかこんなね、日本語ばっかり聞く機会がないやん、あんまり最近ね。海外の方が今は落ち着くかもしれないですね。これあのオフ会で15歳の子がくれました。ありがとうね。最高っすね。こんな最高なのにもう寝てますけど、ようやく僕日本に帰って靴下とパンツを仕入れました。ようやくちょっと人間に戻れたから。どうですか、大丈夫ですか、臭くないですか。大丈夫。今からこう離陸してきますね。2時間半後にまた沖縄でお会いしましょう。沖縄暑いっすね。いいね。ガー、よく寝れました。でも一瞬でしたね。寝たら3時間ぐらい。めちゃくちゃ天気いいっすね。しかも暑いよこれ絶対。いやーいやー、来たすぎる。ちょっと日焼けできるな。いやマジで楽しみですね、これから。今から2日間、最高だね。最高っすね。意外に知られてるな。知られてるよ。こ
ういうのが増えていくとあれだな、おもろいな、モチベーション上がるよな、うん、しかもちょうど2人でおるときでよかったな。まあ間違いない。エグジタ今日も世界を巡るハローとスティールを繰り返しながら、ありがとう想いを込めて共に旅してる。あ、やばい。ここはどこですか？ここは今日の宿です。今日の宿です。屋根がある。え、今日の宿じゃないってことで大丈夫ですか？今日の宿じゃない。ありがとうございます。慰安旅行だから。じゃあ早速行こうか。はい、入りましょう。おー、入った。うわー、めっちゃいい、めっちゃいい中庭が。うわ、めっちゃいいっすね。うわー、こんな家住みたいわ。いい家、めっちゃいいっすね。めっちゃいいっすね。めっちゃいいっすね、これ最高っす。じゃあ2階見に行こうよ。2階行きましょう。2階は何やろ。寝室。うわっ、えっ、うわー、何これ。何これ、やばー、何これ、すごいっすね、これジャグジーや。え、やばー、これ何、うわ、すげー、今日はこちらでバーベキューが始まるパーティーです。マジで最高だろ。やばいこれ、めっちゃいい。